な機能ぶりやね。はい、48グループ1のイラジロ AKB48 チームメイト、チーム A 兼任の長野せりかです。せりかって呼んでください。せりかよろしくお願いします。やけどは良くなったって来てる。やけどのこと忘れてたけどもう治りました。痛いのはその日だけだったね。ただ口内炎はここのはもう完全にもう治ったんですけど、ここはなんか2つあってつながりました。なので1個になりました。痛いです。だから腫れてますね。ここがリップでごまかしてますけど、ここ腫れてます。いつもよりたらこ唇ですね。でも昨日の公演中はやっぱりアドレナリンが出ててもう全然痛くなかった。ご飯食べると思い出すんですけど痛いこと。でも喋ってたりしたら大丈夫です。今日はマカロンちゃんグッズの紹介をしたいと思います。思い出すたびに痛くなる。そうなの。曲名みたいですけど、カラオケ配信しないとね、そろそろ。でも今日からもう久しぶりにちょっとゆっくりしているので、またこのゆっくりしている期間にカラオケ配信しようかなと思います。ちょっと何歌うか決めてないんですけどね。昨日はチーム A 公演だったんですけど、ちょっと久しぶりので、さっき来週の公演も発表されましたね。来週の金曜日チーム A 公演です。ハロウィンです。ハロウィン公演です。そう、リンリンが初日ですね。昨日見に来てました。ハロウィン、お、とりあえず応募はしました。イエイ。今月の A 公演はまあ2回だけだったんですけど、来週の合わせて11月はまあ結構ありそうなので、11月もお楽しみに。11月はねイベントがありますね。12日に「コスプレ必須なん？」いや全然必須ではないんじゃない。でもなんか必須ではないと思うんですけど、メンバーの心に届く素敵な仮装をしていただいたお客様は
終演後に出演メンバー全員と集合写真を撮影させていただきますって書いてるから、メンバーの心に届く素敵な仮装をしたらいいと思います。したい方は。でもその仮装する時の注意点も書いてるので、そこはしっかり読んでから来てください。仮装される方は。はい、そんな感じ。ね、楽しそう。次の話し会コスプレするの。29日は私服で行くけど、30日はうたちゃんのパーカー着たいと思っています。なんかしたいのが思いつかなかったので、うたちゃんのパーカーを羽織っていきます。ネタバレ。というかショールームの背景もハロウィンになってる。かわいい。ってことはこちらはシャンクスかって聞いて。皆さんもコスプレしますか？お話し会で。髪の色はどうされますって聞いて。髪の色普通でこれで。お、30日ワンショット当たってるってきて。はい、ワンショット何があるんだっけ。確か夜なんですよね、2日間とも私のお話し会。皆さんが作ってくれたスケジュール。29日が5678で、7部だけワンショットで、それ以外はサイン会でしょ。で30日は6789で、6部と9部がサイン会で、7部がツーショットで、8部がワンショットでーす。よろしく。夜ですね。朝ゆっくり寝よう。お楽しみに。じゃあね、マカロンちゃんグッズ紹介していきましょうかね。まずは今回4種類作らせていただいたんですけれども、フラッグから紹介したいと思います。じゃーんこちらです。このフラッグはなんでフラッグ作りたいかっていうと、なんか可愛いからっていうことと、なんかこうやって応援されたら嬉しいなと思って。軽いし持ち運びできるし、サラサラしてるんで、まあ隣の人に当たっても痛くない、当たらないようにした方がいいんですけど、もし万が一当たってしまったとしても全然痛くない。でこういう風に巻きつけて
持ち運べます。ちょっと長いんですけど、まあ、こっちカバンからこうここが突き出てる分には問題ないじゃないですか。かわいいでしょ。でまずここにセリカって書いたのは、まあ、誰を応援してるかっていうのが分かるように名前書いたのと、今回結構他のグッズもクレヨンで書いた風にしてほしいって言って、ちょっとゆるい感じにしたくて、なのでちょっとゆるい感じの絵の感じにしたんですけど、分かる？このちょっとクレヨン素材なの。よく見たら、届いたら、ね、送ると思うんですけど。そうで、このマカロンちゃんはチーム A 公演のアンコールの衣装とちょっと似たような感じのあれにしまして、でマカロンちゃんがなんか人形持ってますよみたいな感じのやつですかわいい。あとこの色味はもう何回も調節させていただきました。ピンク、パステルピンクって書いたんだけど、なんか難しくて、そのピンクの色味もで、ちょっと明るすぎるピンクも違うなと思ったから、ちょっとね、なんていうの、ちょっとくすんでるみたいな感じのピンクにしました。落ち着いたような、でも可愛らしいニュアンスピンクみたいな感じですね。でこのマカロンちゃんの肌の色とこの輪郭の色もめっちゃ指定しました。この輪郭も若干ピンクっぽい感じになってます。濃いところ、あとほっぺの色とかもね、薄いピンクにしていただきました。はい、まずこちらフラッグですね。続いてはじゃーん、ラバーキーホルダー、イエーイ、こちらでーす。かわいいこういうキーホルダーなので、木影に一緒につけてもいいですし、バッグにつけるのもいいし、ポーチにつけるのもいいし、お家に飾るのもいいし、この壁にこう引っ掛けるのも可愛いしっていう感じで、なんか一回アクリルキーホルダーを作ったことがあって、それよりはちょっと小さいんですけれども可愛いので、ぜひこのこの色もちょっと薄いピンク、濃いピンクっぽい感じの色にさせていただきました。ラバーキーホルダーはあんまり細かくできないっていうことだったので、ちょっと大雑把な感じのデザインなんですけど、洋服の襟とかリボンとかフリフリとかつけさせていただいて、ラブリーなマカロンちゃんに仕上がりました。メガネにかけていこうかな。あ、ぜひここにこうかけてお願いします。はい、ちょうどいいピンク。そこのピンクも可愛くて、フラッグとちょっと違うんですけど、なんだろうね、このピンク、薄い紫にも見えるピンク
って感じで可愛いです。口開いてるのがポイント。口閉じてるマカロンちゃんのグッズをよく作ってたんだけども、今回はほとんど口開いてます。笑ってます、マカロンちゃん。ぜひよろしくお願いします。続いてじゃーん、クッション、かわいい。じゃーん、裏はまだ見せたことないんだけど、こんな感じ、かわいいです。かわいくない？この顔面。かわいい。結構ふわふわしててね、気持ちいい気がする。こうやって膨らませて圧縮して届くんで、車に置いてもいいし、こうやって枕にしてもいいし、全然枕にもできる感じあります。裏も可愛いのでね、おすすめです。これ5,000円。そう、遠征のお供に。そうです、いいですよこれ。普通にあの応援グッズとしてもいいと思います。めっちゃ見つけやすいですね、この子とか。フラッグとか持ってくれてたかわいい。かわいいこれおすすめ。これもよろしくお願いします。ラスト、じゃーん、ペンライト。裏はこんな感じ。これはもうそのまま光んなくても可愛いんですけど、光らせるのもあり。これ光りすぎってぐらい光ってるんですけど、めっちゃ光ります。ライブにぴったりですね、これ本当に。赤でしょ、緑、ピンク、ピンクかわいい。これは白かな、なんか白、なんかお化けみたいな。で黄色、青、これ何、オレンジ、なんだこれ、黄緑みたいな。あれ戻って、あれ、赤、緑、ピンク、白、黄色、青、オレンジ。これ何、緑、緑2色ある、もしかして。いや、これ何色、水色、青と水色ってこと。これで一周だもんね。緑 2個ある、赤、緑でしょこれ。これは完全緑、ピンク、白、黄色、青、オレンジ、緑緑2個ある、もしかして。ん、緑ですよね、めっちゃ緑。
通の緑と黄緑あります、まさかのすごい見て、なんか検査できそう。ぜひゲットしてください。これとこれよろしくお願いします。全部で1万円ぐらいです。かわいい。あと注文していただいた方にポストカードもついてきますので、ポストカードのデザインはちょっとお見せしないようにするんですけど、届いてからのお楽しみで、ポストカードもお楽しみに。どれが一番おすすめなの？でもめっちゃ可愛いのはクッション、めっちゃ可愛い。一番決めれないけど、だってキーホルダーもどこにでもつけれるし、あのめっちゃ可愛いし、でペンライトもめっちゃ可愛い、ライブに持ってこいって感じだし、フラッグもめっちゃ可愛い。全部おすすめすぎてどうしようって感じ。全部おすすめでも皆さんの使うところにもよります。持ち運び重視だったらもう絶対この2つがいいと思うし、おうち在宅勤務ですみたいな時はこれ痛ましい。でもこれ結構応援グッズの中で大きい方なので、めっちゃ私からは見つけやすいし、デザインも一番凝ってるので、これがって考えると、まあこれもめっちゃおすすめ。やばい、もう一番決めれなすぎてって感じなんですけど、いつも一番はこれの時間かかった、デザイン描くのに。ペンライトは結構売れ行き良くて、ありがとうございます。あの昨日マネージャーさんが教えてくれました、アクリルペンライト結構あの人気ですよってありがとうございます。他にもありますので、こちらもぜひよろしくお願いします。ありがたいですよね、こういう風にグッズを作っていただけて。壊れてもいいように3つ買いました。そうね、ペンライトとかね、いっぱいこうね持ち運んだりするってなるとね、予備はあってもいいかもしれない。ペンライトいいね、いいでしょ。今までのグッズも全部保管してるの、もちろんせいちゃん推しじゃなくても欲しいって言ってた、嬉しい。私のね友達も可愛いって言って好評ですね、嬉しい。
よろしくお願いします。そのペンライトだだだだ、そのペンライトだってやっぱ見つけやすいのかな。見つけやすい、あのアクリルペンライトに色がついてるのってなかなか珍しいと思うし、光り方がすごいんでめっちゃ眩しいから、そんな言うほど眩しくもないんですけど、このアクリルペンライトにこの絵柄がついてる割にはよく光るので目立ちます。劇場でそう活躍しそうって来て、そう劇場で活躍します。絶対持って行って応援します。よろしく。かわいい、かわいすぎるこの子。なんかクッションは車用企画でやっぱいいよね。なんか車とかにあったら良さそう、こういうの。私普通にお家の椅子とかソファーとかやっても可愛いし、クッションって何かと使えるんですよね。なんかあったらね触ってるし、ふわふわ結構入ってます。中身そう、かわいい。裏もかわいいからね、こうやって置いててもいいし、こっちにしてもいいですよね。ね。私最初思ってんのこっちのデザインしか書いてなくて、裏もデザインしていただけると思わなくて、あの長野さん裏のデザインまだですかみたいな来て、えみたいな、裏もと思って急いで書いたんですけど、かわいい。裏もあるの知らなかった私。なんか紙もらったんですね、デザインするのに。フラッグ用の紙と紙、まあ予備含めて2枚ずつ、キーホルダーの紙2枚、ペンライトの紙予備含めて2枚で、クッションだけなぜか4枚来たの紙が。なんかクッションの紙多いなと思ってたら、あとの、あの4枚のうちの2枚は裏用だったの。それ知らなくてちょっと忘れね、すごいね、知らなかったんでちょっとびっくりしました。
AKB のオフィシャルショップのツイッターあるじゃないですか。 AKB ショップのあそこのツイッターが私のグッズで溢れてて嬉しい。なんかラフアンみたいな、そうデザインやんかがまさかの公表されてですね、ちょっと恥ずかしい。この文字のとこもさ、尾行記入欄ってとこもさ載せると思わなくてね、びっくりしました。次のグッズも楽しみにしてるよってきて、このグッズの売れ行き次第ってとこですね。正直次のグッズ作れるかどうかっていうのは。そう、25日の12時59分までです、お申し込み。でも今回ペンライトを作りたいっていうことでマカロンちゃんグッズを作らせていただいて、他に作りたいのないですかっていうので、クッションとラバーキーホルダーとフラッグを作らせていただいて、でまあ買ってくださった皆さんにお礼としてポストカードも特典としてつけたいですっていうことをお願いして、で作らせていただいたんですけど、まあ本当はこういうのも作りたかったなとか、本当はこっちも作りたいなっていう、なんかいろいろ私的に作りたいのあったんですけど、まあ、今回はねこの4種類になったんですけど、もしまた今回のこういう今回のマカロンちゃんグッズが好評でまたね売れ行きが良かったりとかしたら、もしかしたら私が作りたかったのも作れる可能性もあるかもしれないので、まあその時はまたよろしくお願いします。フラッグ劇場持ち込み OK ですかって来て、多分いいと思いますけどね、いいはずだけど郡司さんに聞いとこうか今度。多分いいと思います。
聞くの忘れそうだから次の公演の時コメントしてくれる？なんかお渡し会みたいなのしてみたいなと思って言ってみたけど無理だった。ぜひまだの方はゲットしてみてください。かわいい。12月にお届けされると思います。12月、私でも結構マカロンちゃんグッズ作らせていただきましたけど、生誕グッズって自分でデザインしたりするじゃないですか。で、生誕グッズとかデザイン自分でデザインして T シャツとか作るやつもほとんどマカロンちゃんにしてるから、結構マカロン、メンバーデザイングッズとしてそのマカロンちゃんのグッズも合わせたらもう結構な数作る出た気がするので、また引き続きマカロンちゃん系で作れるのがデザインできそうなのがあれば作ってみたいと思います。クリスマスプレゼント、確かにクリスマスプレゼントですね。マカロンちゃんの石鹸とかどうでしょうって聞いて、石鹸かわいい。なくなっていくの切ないけどね、絶対かわいい。チケットホルダー便利ですよね。マカロンちゃんいつの間にかまつげ上がってるんやな。え、確かにまつげあんま書いてなかったっけ。まあ私も最近よくまつぱしてるんで、それに影響されてマカロンちゃんもまつげギュンギュンです。っていうか私がこの前大阪帰った時に、私本当に今日はあんまりマスカラね塗ってないからね分かりにくいと思うんですけど、まつげが本当に上がってるんですね今。普段は本当にこんな感じなの、まつぱしてなかったら本当に下がり気味なのね私まつげが。なんですけどまつぱしたおかげでも今こんななんですね。常にすっぴんでもまつげ上がってるみたいな感じなんですね。それでこの前大阪帰った時にママに会ったら、なんかまつげ上がりすぎて気持ち悪いって言われた。ママになんかまつげの調子よくて見てみたいな、まつげなんかめっちゃ上がってるって言ったら、え、なんか上がりすぎてキモいって言われて、ちょっと爆笑。なんかそう、また言われたの。なんかこの前は私がチョーカー好きって言ったら、
なんかチョーカーなんか首輪みたいだからどうたらこうたらみたいな言われるし、結構ねママにディスられるのね。でもママはね常に松葉とかビューラーとかそういうまつげを上げる努力をしなくてもママの目の形的にめちゃくちゃまつげが常にこんな状態なのね。私はこうなのにママはこうなので、なんか羨ましいなって思ってて、で私もね毎月松葉に行ってお金払ってねまつげをギュンって上げに行ってね、で調子いいって言って見せたらね気持ち悪いどう思います？本当に。でもママは私がそんなに松葉してるとこ見てなかったので、私が生まれた時からそんなにまつげが上がってる方ではなかったので、下がってるまつげに見慣れてるわけ。私はずっとこういうまつげだったから、最近こういう風になったけど今までがこうだったから急に変わって、その変化がなんか新鮮で気持ち悪いっていうことだと思うんですけれどもすごいまつげそう上がっててね言われたんで、それ言われた瞬間もう絶対にショールームでチクってやると思って今日やっと言えました。どう思うみたいな ママにも言いました、これ絶対にショールームで言ってやるって言いましたお洋服とかはいじられたりしないの？でもなんか結構今までお洋服兼用で着ることも多いんですけど、なんかやっぱり若いなって言われます。洋服の系統っていうか着てる服とかが、これママも着れるかなみたいな感じで言っても、いや若いわって言って却下されるだから最近はあんまり兼用で着れてないです。好みがずれてきたのかもね。確かに。そういえばやっぱり千織にマカロンの差し入れいじられてたね。そう、千織さんは私がマカロン好きなことやっぱり信じてくれなくて、そうなの。でも本当に皆さんは知ってるよね、私がマカロン好きなのあの大丸東京店さんに行って、そのマカロン A の皆さんに買っていこうと思って、で買っていったのね。
で私的には8のみんなは私がマカロン好きなの知ってるから、差し入れ来たらセリカマカロンあるよって言って教えてくれるぐらい、みんなが教えてくれるぐらい私のマカロン好きは浸透してるの8では。でも A ではその私がマカロン好きな人全然いない、あの好きなこと知ってる人全然いないから、知ってもらおうと思ってマカロンを差し入れさせていただいたのね。そしたら皆さんすっごい喜んでくれて、みーおんさんももぐもぐ食べてくださってね、食べてる姿可愛すぎと思いながら見てね、喜んでくださって、でメイクさんとかあのスタッフさんとかも喜んでくださって、もう買っていてよかったんですけれども、やっぱり千織さんには信じてもらえないですね。あのそうで、私昨日マカロンの他にいちごのチョコレートを自分でコンビニで買って持って行ってね食べてたのね。いやマカロンちゃうやんみたいな、いちごのチョコレートばっかり今日食べてたけどみたいな、楽屋隣なのでそれも突っ込まれてしまい、でちょっとまだ信じてもらえないので、また今度買っていきますマカロン。でも、まあ、正直言うとマカロンは食べる頻度はそりゃ少ないですよ。私はもうマカロン大好きだけど1個200円ぐらいするし、そのお財布事情的にも毎日食べるのはきついじゃないですか。でもカリカリ梅っても100円ぐらいで何粒も入ってるし、やっぱ夏はカリカリ梅食べたくなるから、まあよく食べてたんですけど、最近は全然食べてないし、そうねっていう。サバと一緒で飽きちゃった。いやいや違いますよ、飽きてないからね。マカロンはサバはまあ若干飽きたですけど、マカロンは飽きてないからね。そう飽きるほど食べてない。そうです、サバはさすがに食べ過ぎたね本当に。新大阪駅でサバのお寿司買いすぎた。めっちゃ美味しくて食べてたけど、ちょっとさすがに食べすぎたね。今みゆちゃんとねパン屋さんに行く約束しました。ローソンのカヌレが美味しいんだけど。それな、めっちゃ美味しいローソンのカヌレ。今月はもう行けないんで来月行きます。
今日は浜さゆなちゃんと卵サンドを食べに行きました。美味しかった。おだいりとカヌレ仲間。いや、私がカヌレ好きっていうのはあんまり浸透してないと思うんですけど。カヌレはまあ好きですね。でもカヌレはなんかものによるっていうか、美味しいのは美味しいけどえみたいな感じのカヌレも出会ったことあるので、まあ好きですけどね、ものによるって感じ。カヌレ最近流行ってるよね。カヌレ知らないのは人生損してますか？いや、損はしてないと思いますよ。食べなくても生きていけますから。美味しかったの、今日食べた卵サンド。また行く。次はももちゃんとさよなと3人で行きます。っていうか前髪伸びて、私なんか曲がってるんですけど、切るか悩む。ほら曲がってるでしょ、前髪。ちょっとボサボサすぎるね。前髪伸ばす計画はやめました。そう、一時期伸ばそっかなって言ってたんですけど、やめました。後ろの髪をめっちゃ伸ばすことにします。なんか気分です。別に特に理由はないんですけどね。だもう、あ、でもここにかかるのが嫌なの。ここまで来ればいいんですけど、この伸ばす段階がちょっと無理すぎて切るっていうのはありますね。そうです。で、この髪の長さも肩のここが一番ちょっと嫌だったんですけど、最近は伸びてきて嬉しいです。もっと伸ばしたい。早く、マジ早く伸びろって感じです。早く伸びろ髪。でも私髪伸びるの早いんですね、やっぱり。多分来月ぐらいにはまた、あれ髪伸びたって聞かれるぐらい伸びると思う。
年内には年内にはもっと、あれ髪めっちゃ伸びたねって、年明け前にはもう髪伸びすぎてなんか思わず切ろうかなと思ってしまうぐらい伸びてほしい。本当に早く伸びてくれ。そう、伸びたらポニーテールもできるし、いいですね。もう8時ですね。意外と今日はもう電車もめっちゃ混んでて、なんで今日こんな混んでんのやろうと思ったら土曜日でした。めっちゃ混んでた。いつも空いてるのに混んでた。もう夜ご飯食べた。まだです。じゃあランキング読もうかな。13位、圭一郎あった。せれちゃん今日もかわいいよさん、ありがとうございます。書いてないけど。12位、トレオヤジあった。せれちゃん卵サンド美味しかった。美味しかったよ。そうなんださん、ありがとうございます。書いてないけど。11位、キティあった。せれちゃんのショールーム大好きさん、ありがとうございます。書いてないけど。10位、中心アット。せりちゃんの配信見れたので今日もいい夢見れそうです。さん、ありがとうございます。書いてないけど。9位、マルアイアット。せりちゃんのお話し会早く行きたいです。さん、ありがとうございます。書いてないけど。8位、コタローンアット。せりちゃんマカロンちゃんグッズいっぱい買ったよさん、ありがとうございます。書いてないけど。7位、中村キーあった。千織さんにいじられる、なんかコメントあったかな。あ、千織さんにいじられるセリカが好きさん、ありがとうございます。6位、ヨッシーあった。ニャカロン買ったよさん、ありがとうございます。イエーイ、おいしいよん。5位、チューシンアット。前髪曲がってても可愛いよさん、ありがとうございます。書いてないけど。4位、アイドル好きアット。今度公演行きますさん、ありがとうございます。書いてないけど。3位、吉本レッツアット。お手紙届きましたかさん、ありがとうございます。届きました、読みましたよ。2位、まさのぶアット。せりちゃん公演お疲れ様、オンデマンド見るよさん、ありがとうございます。書いてないけど。そして1位は
淡路の黒ひょうアット A 公演最高、また行くねーさん、ありがとうございます。待ってます。今日もありがとうございます。今日はマカロンちゃんグッズの紹介ができてよかったです。25日12時59分まで受付、予約受付やってるので、まだゲットしてないよって方はぜひ、多分再販とかも今んとこ予定してないですし、あの今しか買えない気がするので、ぜひよろしくお願いします。これでもかってぐらい宣伝しててちょっとしつこいと思うんですけど、それも25日までなので、あのぜひゲットしてください。よろしくお願いします。先週わなかのたこ焼き食べたらめっちゃ美味しかった。そうよね、わなか美味しいよね。塩味が好きですね、やっぱり。たこ焼き食べたい。この後はお風呂入って、あ、ご飯食べようかな。あんまりお腹空いてないんですけど、まあ、一旦はメール送って、今日のインスタも更新したのでメール送って、でここ最近であんまり麻雀のお勉強できてないので、麻雀のお勉強をいっぱいしたいと思います。明日ドボン配信するの。そうですね、明日も配信しようと思ってて、時間は未定なんですけど、ドボンしながら配信しようかなって感じです。久々に皆さんとドボン対戦できるの楽しみにしてます。明日何時からしよう。日曜日ですけど、まあお昼過ぎに起きて、お掃除はしないといけないので、お掃除して、夕方がいいかな。
お昼過ぎに起きるって何時に寝るつもりよって。いやー、なんかお腹すくから起きてたらあんまり、お休みの日の時はあんまり食べないようにしたくて、朝とかを 1.5 食ぐらいがいいんですよ、お休みの日は。お仕事の日は朝早くてさすがにお腹すくから朝昼って食べて、まあ、夜もまあ軽く食べるみたいな感じですけど、お休みの日はあんま食べないようにしたいので寝るっていう。そう、寝れば食事の回数減るからっていう、そういう感じです。今日も15時とか16時ぐらいかな、16時半ぐらいかにサンドイッチ食べたので、朝ごはん、お昼何ごはんなので、夜も別にワンチャンそんないらないって感じなんですけど。でも納豆を買ったの、久しぶりに納豆とネギを買ったので、それを食べます、一旦。あとご飯で寝ます皆さんもゆっくり休んでください、ストレスをためないようにストレスがたまると口内炎ができます、私みたいに。本当に痛いんです。栄養が偏ると口内炎ができます。ストレスと栄養の偏り気をつけてください。それでは明日も配信しますので、よかったら見てください。今日もありがとうございました。また会いましょう。バイバーイ。